いや、山本さんのお話を聞きまして、すごく勇気が湧きました。もういよいよ30年のこの歴史の中で、今の自公政権含めてですね、何としても今度の総選挙では政権を変えなければならない。そのためにも皆さんとご一緒にですね、野党共闘こそが大事であります。ちょっと待ってください。プロ混ざってないか？あれ、どこおる？プロ混ざっとんな、これ。あ、いた。いや、すごいですね。いや、主婦です。すごい美しい声ですね。すいません。一回時間止めましたよ。あまりにも、プロが混ざってきたなと思って。ちょっと待ってください。もう一回時間、戻しますね。すいません。じゃあ43からスタートで。お願いします。すいません。そういった意味で、この30年の、もう本当に高齢者、子供から高齢者まで占められた、今の国民の苦しみを、本当にこの度の裏金問題含めて、何としても政権交代を私は力強く、令和新選組の山本さん先頭に頑張っていただきたいと思います。そのためにも野党共闘、選挙区は1候補しか当選できません。どうしても野党共闘が必要であります。山本さんのお考えをぜひともお聞かせください。どうぞよろしくお願いいたします。もう選挙が近いという時にね、もうウグイスとして今から抑えておきたい、そんな美声をお持ちの方です。ありがとうございます。ウグイスさんというのはですね、選挙カーに乗ってですね、いろいろ宣伝する人ですね。山本太郎でございます、皆様ご注目をくださいみたいなこと言いますよね、選挙カーで。いうのをウグイスさんというんですけれども、非常に美しい声でありがとうございます。で、野党共闘というキーワードが出てきました。で、普通に考えたら与野党対決に持ち込んでひっくり返すっていうのは、これ戦い方として当たり前で、ものすごい言ってることまともなんですね。ごめんなさい、こんな、人生の先輩に対して生意気なこと言いまして。で、当然、小選挙区と言われるものですね。地元の、西村さん、小選挙区の勝者なわけですよね。一人しか勝てない。あとは比例で上がっていくっていう、まあ、ややこしい話なんですけど、そういうことなんです。で、話戻ると、今自民党を倒すために野党が力を合わせてひっくり返さなきゃダメだということに関して私は否定する気はありません。なんでかって言ったら、立憲民主党の方がちょっとだけマシなような気がするからなんです。だけど私は積極的じゃありません。どうしてか、この2年間国の在り方が180度変えられるに近いような法律でも国会の中で戦ってこなかったのが立憲民主党だから。見た目には戦っているように見えるかもしれないけれども、申し訳ないけど、どうしてそんなに早く予算通すのとか、どうしてそんなに早くその法律で採決するってことを認めちゃうのって。それ通っちゃったら国民、あとあと首締まるの分かんねえから、徹底的に体張らなきゃダメだよって。体も張らない野党なんて価値がないんだっていうのが私の考え方。どうしてか、30年国が壊れてしまってるから、これ以上壊すわけいかないんですよ。けれども、そこに対してある意味で怖くない野党の筆頭になっちゃってる貴族なんですよ。貴族、戦い方が貴族ってことは、つまりまだ自分たちが政権を担ってるんじゃないかぐらいの態度で国会の中でやり取りしてるっていう。違うよって、もうわずかじゃねえかよって、徹底抗戦しなきゃダメなんだよって。あっちが正気じゃないんだから、こっちがまともに戦おうとしてどうするんだって。当たり前のことですよね、戦い方としてね。そういった意味で私は立憲民主党に任せられないとは思ってるんです。だから強い野党を作ってからじゃないと、また悪夢の民主党を繰り返すんじゃないかって。例えば先ほどお話ししたような43兆円の軍拡、中身ほとんど決まってないのに予算が出るって皆さんの会社であります？ないですよね。ボールペン1本買うのにも予算もらおうと思ったらちゃんと書かなきゃダメでしょ。そんなこと一切ないんですよ。一方で子育てには8兆円から9兆円年間で必要になる、だって少子化をこれ改善するためでしょっていうような話になっても、結局ついたその少子化の支援っていうのは3兆円程度の金しかついてないんですよ。だから自分たちの好みのところには金ドカーンつけるけど、自分たち全然興味のないところでやってるふりをするところにはもうちょこんと金つけるだけなんです。それが自民党。そんな者たちとまともに戦ってもしょうがないんですよ。向こうが正気じゃないんだから、こっちも徹底的にいかないとダメなんですね。じゃないと国会っていうのはっていうよりも政治っていうのはね、権力闘争なんですよ。権力の奪い合い、
権力にこだわったものが自分たちのやりたい政策を実行できるんです。そういった意味で自民党はすごいんです。民主党時代に自民党はどっちかって言ったらもう輩だったんです。子供手当を出すみたいな話で、そんなことはポルポト派と一緒だみたいな、ポルポトのやってることと一緒だみたいな、なんか全然意味不明ですよね。それで自分たちが政権取ってからその子供手当と同じようなものを出すことになってるわけだから、だから向こう側の足引っ張るためには手段選ばずに、とにかく騒いで、そして国会を正常化させないっていうことをやってきたわけです。やからなんです。でもそれには理由があるんですね。何かって言ったら、権力を絶対に奪い返すっていう、権力を取らなければ自分たちがやりたい政策前に進められないだろうってことなんですよ。一方で民主党と呼ばれる者たちは何なのかって言ったら、そこまでの気迫がないんですよ。一生野党のままでいたいのかなみたいな、国会を職案みたいに使うなよって話なんですよ、自民党も民主党も。でこれまで戦ってこなかった者たちがいつも選挙の時にお願いしに来るわけですよ、雰囲気的にね、議員とかも。つまり俺の選挙区にあんたのところ候補立てないでくれと、野党共闘しろ野党共闘しろってこと言ってくるわけですよ、市民も含めて。野党共闘するってことは大きな政党に対して力を持たせて、それ以外は数を増やせない状況になっちゃう。2021年そうなったんです。私たち候補者の4割下ろしたんです。理由は何かっていうと、消費税 5% に減税するっていう共通の政策を向こう側が飲むっていうことになったんで、だったら共闘すると、で下ろすと、4割落とした。その分候補者は増えます。候補者というのは議員増やせなくなります。蓋開けたら私たち3人しか衆議院に送れなかった。で民主党も爆発的には増えなかったんだけれども、数は一定残せたってことです。で代わりに戦ってくれるのかと思ったら、ぬるいぬるい、それどころか自民党と変わらないじゃないかって、自民党と同じようなことに賛成したり、反対してるけれども反対してるって本気で反対してないもんねっていう。野党共闘する意味ある？これないよ。どうして私たちが彼らの浮き袋にならなきゃいけないの？与党も野党も茶番。このままじゃ本当にこの国もっとむちゃくちゃになるから、私は旗揚げしようと思ったんだけど、一時は我慢したんですよ。旗揚げした後もここはこらえるべきとこちゃうか、国民のためだろう、 5% 減税できたらいいじゃないかっていろいろ考えたけど、やっぱりそれ乗って騙されて、その後の2年間見て、あまりにもありえない、これ国民への裏切りだろうって、徹底的にやれよっていうような場面がいくつもあったのに、で次選挙になったら共闘しろって、冗談じゃない、勝手にやれよって、こっちも勝手にやるからって。この社会変えていくためには、この腐り切った国会変えるためには、私たちの数増やさないことにはおそらく変化生まれない。どうしてかって、すでにある政党で30年のこの国壊してきたんだから。違います？30年の経済不況によってこの国を壊したという、その先般、永久先般は自民党。そこに対して体を張ってでも止めてこなかったのが野党でしょ。だとするならば、この先さらに壊されることを止める可能性ができ、この先ちゃんそこに対してしっかりと止めていくってことができるのは、数を増やした私たちしかいない、そう思ってんです。逆に私たちの数を増やさないとこの暴走止まんないんだろうな、そう思ってます。なのでお気持ちは分かりますけれども、そんなことにはならない。で本来ならば、私たちみたいな小さいとこが共闘しませんかみたいな話を持っていく、そんな話じゃないですよ。そうでしょ、だって天下統一していくときに兵を集めてみたいな話になるときには、当然総大将がこうやってやってくるもんなんじゃないですか。俺たちはこういう戦略で天下を取っていくつもりだって、だから君たちも力を貸してくれないかって、そんな気概ないですから、サラリーマン、あ、そんなこと言うたかも、どっちか言ったらね、だから会社の一部としての労働者としての働きしかしてない。このままじゃ本当にやばいと思ってます。今は野党共闘する必要ない、私はそう思ってる。将来的にはする必要はあると思いますよ。今何かのある意味での自殺点という部分で、自民党のね、さまざまなオウンゴールによって政権交代が起こったとしても、私は悪夢の民主党の再来になると心配してます。本当に自分たちの力を持って政権交代に導けるような太い経済政策だったり、そういうものをあって評価された上でならないと意味がないんじゃないかな、そういうところです。
ありがとうございます。すいません、長引いちゃって。あ、ちなみにですけれども、ごめんなさいね、今私が話した話ってむっちゃマニアックすぎるでしょ。自民党も民主党も変わらんよっていう話を簡単にしますね。スライドでざーっと流すだけです。民主党政権の悪行と私は呼んでますけれども、例えばこういうことです。公約違反の消費税増税、これによって日本の経済はさらに落ち込むことになってます。そして TPP、 この加盟に関して交渉参加したのは民主党なんですね。環太平洋の国々で人金物を自由に動かせるようにしよう、これ素晴らしいように聞こえるけど、日本国内には守らなきゃいけない産業いっぱいあるんだよ。その産業を守るために何がありますかって言ったら、これは関税とかがあるわけですよ。関税をかけて入りにくくしていく。農業を守らなきゃダメでしょ。でも農業を捨てにかかってんのはおそらく自民党もこの人たちも一緒なんでしょう。だから関税撤廃、全てにおいて関税撤廃とされるようなものに対して足を踏み入れちゃったってことですね。その立役者が当然これは民主党だと。最初にそこに足を踏み入れたのは民主党、まあ、その中でも官房長官、経産大臣を含めた枝野さんというのは旗を振り続けた人です。はい、公約違反の消費税増税と本当に間抜けですね。日本がギリシャみたいになるってことに震えたみたいですよ。日本がギリシャみたいになれるはずないんですよ。もともとの基礎を分かってない。ギリシャは外国から借金してるんですよ。自国通貨を持っていないから自分の国で通貨を発行できない。日本はどう？円があるよね、発行できます。アメリカは発行できます。イギリスは発行できます。ギリシャは発行できません。その理由は？ユーロ使ってるからですよ。自分たちで判断できない。判断するのはヨーロッパ中央銀行、そういうことなんです。だからギリシャみたいになるってことはありえない。どうしてか、日本国は日本国内でお金をこれはすり、そしてそれを借金という形で回してるけれども、借り先はほとんどが国内で消化されるってことなんですよ。そんなことの基本のことも分からずに財務省に騙されたりとか、そういうことで日本がギリシャみたいになるってことで消費税上げちゃう。これね、本当に底抜けにバカなんですよ。どうしてかっていうと、景気が悪い時に消費税上げるような間抜けは世界にいないんです。そんなことやっちゃったら国が弱っちゃうんですよ。物が売れなくなるから、モレロが売れなくなったら社会にお金回らなくなるから、消費が減れば所得も減るんですよ。所得が減るってことはまた消費に回すお金も減る。それで売り上げが事業者を落としていく。社会がどんどん不況のスパイラルに入っていっちゃうんですね。だから世界中では景気が悪いとき消費税減税当たり前なんですよ。景気が悪いときに消費税を上げるような間抜け国家は自殺国家であり、自国民に対して経済制裁加えてるのと同じなんですね。はい、話戻ります。そんな間抜けがこの人たちですっていう話なんですね。直接私一緒に飲んだことあるんです。議員になって1年目ぐらいの時にね、菅さんに会わせていただいて、もともとこの方市民運動出身で、何かしら私も原発いらないっつってから仕事芸能界で干されちゃって、市民運動の人たちいろいろ全国回りながらやってたんで、何かしら近しいものを感じて、一瞬で1ミリでも感じてもらったから何かお食事招待されたんかなと思って、でも私の中ではこの人のことを軽蔑してたんです一緒にご飯食べてる時も。だけどこれはちゃんと聞いといた方がいいな本人にと思って、消費税を増税したことや TPP を前に進めたことなどをこれ今となっては反省してるんですかって話をしたら、してないっつって、あ、もう底抜けなんだなこの人っていうふうに思いました。先に行きます。はい、まあね、消費税公約違反じゃないかということでございます。で、菅さんの時にこうセッティングされた地雷、炸裂させたのはこの人ってことですね。野田さんってことです。もちろんこのバックには自民党と公明党がいるんですよ。つまり何かっつったら、自民党公明党は手を汚さずに増税という仕事を民主党にやらせる。で、民主党が切り開いた道をあと自分たちが歩いていくってことを、消費税のみならず TPP でも、それのみならず武器輸出っていうことに関しても、これずっと同じことやり続けてんです。まあお仲間です。はいはい、民主党政権時消費税増税、枝野氏による推進、まあ一番経産大臣とか官房長官としていろんなことの先頭に立ってこれはやってきた人ってことですね。だからある意味で、なんだろう、日本をダメにした2人の政治家、民主党バージョンっていうのが今代表選で戦われているってことで、非常にこれ楽しみだなと思ってます。いいよいいよって、はい、私思ってるんです。はっきりした方がいいから、はっきりしなきゃね。野田さんになってもらって、維新とか国民民主党と一緒になってまとめてもらって、だってあそこら辺全部一緒なんですから。自民党の流れできた、民主党の流れできたが維新でしょ。
身を切る改革って言ってるけど、身を切る改革って最初に言い出したのここですよ、この人、家族です。今言った人たちはそう考えるならば、もう 元さやというか元の形にはっきりと見えるような形で国民に示してもらいたい、そう思うんですね。はい、第三極は任せろ、私たちです。はい、そういうことです。で、他にもですね、まあ、そのようなことがあったと、 TPP 交渉参加、さまざまなことですね。で、当時ですね、鳩山総理ではなくなったんですけど、この方ね、あの散々世の中から叩かれたんだけど、一番まともでしたよ、はっきり言って。対米従属、アメリカに突き進んアメリカについていくとかっていうようなですね、そういったことはもうや、あの絶対にやらないと、いろんなことで頑張ってきた人なんです、本当は。けれどもはめられちゃったんですね、官僚に。で、パージされちゃった。で、結局こういう民主党的な流れに対してですね、鳩山さんというのはちょっとおかしいじゃないかと、はい、消費税増税や原発再稼働、 TPP 交渉参加を列挙して、これ党執行部の姿勢を批判したと。まだこの時議員だったんですよね。この時議員やったのかな、はい、総理をもう辞めさせられた後ですね、自分が総理を辞めた後おかしくなりすぎてるってことをこういうふうに国民にも知らせてくれてたんですけれども、はい、まあとにかくひどいです、とにかく、はい、そのような数々です。だから国会の中はよっぽどマニアックに見ていただかないと、この現状っていうのはわからない。与党と野党が何かしら競ってるように見えて、野党は批判ばかりだみたいなね、上っ面なこと言われてるけど違いますよって、それぞれの立場を演じてるだけ。一枚看板で全員同じ党になれないですからね。だって議員のね、一つの党でそこまで圧勝できるわけないんだから、それを野党の中にも分散する、同じような性格を持つものを、自民党のようなものを民主党、野党の中にも作りみたいな形です。騙されちゃいけないってこと。だから日本を取り戻すためには何が必要かって言ったら、自民党と悪夢の民主党と言われたようなこの民主党の執行部を共に倒さなきゃダメなんですよ。私たちの選挙はそういう選挙になります。ありがとうございます。はい、すいませんね、野党共闘というところから随分と物騒な話になりまして、ありがとうございます。